はい、今回はいいですね。今をときめいてるんじゃないですか。どうなんでしょうか、万有に必要なんでしょうか、この人は。俺なんかちょっとどうかなと思ってて。オナナちゃん、ちょっと微妙な感じもするけどな。身長190、そう、むちゃくちゃでかいわけじゃないんやな。ザイオンと同じぐらいねんな。カメルーン代表40キャップ。なんかカメルーン代表でも、ワールドカップでちょっとトラブルになってましたよね。なんか試合出る出ないなと。結構なかなか難しい性格なのかな、よくわかんないけど。生っ粋のカメルーン人ね。なるほど。ですね、もともとは、カメルーンでプレイし、エトーアカデミー。すげえな、そんなアカデミーあるんや。そこで見出されてバルサに引き抜かれたと。バルサにいたってなんか聞いたことあったな。で、バルサのカンテラからトップに上がれずにアヤックスに行ったと。で、アヤックスでブレイクしたのかな。で、インテル来たと。で、インテルからマンユーと。まあでも本当にカメルーンの超エリートって感じなんかな。まあこのカードがどれだけこれ跳ね上がるかな。跳ね上がってほしいんやけどね。でもどうなの、マンユーは残すんかね、彼を。まあでもテンハーグも長期契約延長したからね。まあ彼もオランダ人だし、この子もね、オランダっていうか、その足元の上手いゴールキーパーだから、まあ、マンユーにこれから引っ張っていくのがね、なんか鈴木ザイオンが一時ね、このオナナのサブに、オファーがあったらしいけども、ザイオンを断ったと。まあ、それはね、スタメンじゃないと意味ないからね。でもうプロ通算351試合、チャンピオンズリーグ45試合、もう経験やっぱ持ってるんだね。すごいよね。28歳。あと5、6年はトップレベルで普通にできるからね、ゴールキーパーやから。どうなんやろか。これは持っといた方がいいかね。欲しい人1億円なら売るよ、マジで。欲しい人いるっしょ。